販売屋先生です。ですね、これね、ドーンと下がってマイナス、1万円ぐらいまで来ちゃったんですね、ここね。で、こういう時はね、絶対儲けようとしたらダメなんですね。だから利益食いはゼロにしてるんですね、ゼロで、マイナスも1万円ぐらいまでいっちゃったんですね、ここね。で、ゼロの取り返しかね、場合によっては2000円ぐらいマイナスでもね、今上がってきたからだいぶいいんだけども、ゼロになったらもう絶対決算するということですね。ゼロで、なんか下がった時にまた投資すればいいわけですからね。もしよければね、まずないけど別の機構でね、またやるんだけど、とにかく予想外に外しちゃった場合、こうね、このシグナル出してこんなに負けちゃったのね。それで上がってきても儲けようとしない、ここのところでね、ということですよ。で、これも狭くしたんだけどね、上がっちゃったらゼロでね、もう決算するということですね。ちょっと多くしておくと、1万円もマイナスに落っこっちゃった、ね、だからその時はここで上に行かないといけないものをね、だから外した場合はね、もう絶対儲けようとしない、だからもう0円で決算するような感じね。利益は0円ね、または最後の時は2000円ぐらいにしておくんですね。マイナス2000円でね、損切りするということですね。とてもね、難しいとこなんだけど、これは大きいですね。今1ヶ月分のこの少しずつの投資がほとんどなくなっちゃうわけですね、1万円も起こったらね、ということなん で、これ上がってるんだけども、釣り合いとしてはどうかな、こういうふうに上がるかな、ね、だけどこれはもう儲けないということですね、諦めるということです。これって肝心大事ですね。それでね、下がったからってどこも打ってないでしょ。外れたら一切打たないということ、ね、捨てるかということですね。捨てる以外は考えないね。何品は絶対ダメですからね。